はい、おはようございます。今ね、これからの予定をどうしようかなっていうのを考えてたんだけど、今日はね火曜日なんですよ。で、金曜か土曜日、まあ土曜日までに家に着けばいいんだけど、まあできればね土曜日に、まあお客さんが来るんで金曜日中に着ければ理想だなっていうふうに思ってはいたのね。それで今ここら辺にいるんだけど、まあ要は函館から乗って帰るか小樽から乗って帰るかっていうのをまず悩んでて、小樽から乗って帰るんだったら、まあ、木曜日の夕方のフェリーに乗れば、まあ、金曜日の朝に着くんで、まあ、それもありだなって。そうすれば、まあ、結構ね北海道で長く過ごせるっていうふうに一つ思ってるのが一つのプランね。でもう一つは函館から青森に乗って行って、あとは陸路を、まあ、途中一泊して間の宿しながら帰るっていうパターンと2つ考えてて、まあ北海道に一日でも長くいたいなら小樽から帰るパターンだよね。だけどなんかこうずっとこう野宿しながら点々とこう下っていく方がなんかこう旅感はあるよなとかって思ってさあどうしようかなっていうふうに思っちゃったんだよね。はい、しばらくねちょっと考えて見たんだけど、まあ少しずつやっぱり南下して函館から青森に渡ろうかなと思います。なんかギリギリまで北海道にいて一気に新潟まで戻ってそれで帰宅っていうんでもいいんだけど、まあちょっと、まあ、少しずつ家が近づいてくるっていうか、だんだんと現実に戻っていくっていうような、なんていうかそういう旅行風情を今回は楽しみたいなと思ったので、本当はここ2泊の予定だったんだけど、まあ、ゆっくり片付けて、移動距離もないんでのんびり片付けて、少し下って、で今日またそこで泊まって明日の朝のフェリーに乗ろうかなと思います。まあそういうわけなので、まあちょっとね2泊のつもりですごいお店広げちゃったんだけど、これからテントの中片付けたいと思います。These skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory. It's been hard. No, I wanted to stay. There was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days and I'm calling on to say.北海道最後のキャンプ地、東大沼キャンプ場です、ここはね富士さんに教えてもらって、函館まで1時間かかんないぐらいなんで、あのすごくね明日のフェリーに乗るにいいなと思ってここにしました。もうテントは設営が終わってるんですけど、明日朝早いんで何も持ってこないでシュラフとマットだけ敷いてあります。なんか藤谷さんもね函館から乗るときここ使うみたいですごくいいよって言ってたんですけど、本当にね環境いいですね。池があって、池って言っても結構大きいよね、湖ぐらいあるね。それでこのような気持ちのいい林間サイト、向こうに行くとね湖畔にテント張れるスペースがあります。でここもまあ無料なんで非常にいいキャンプ場ですね。はい、8月の27日に、フェリー新潟から乗って、
今日が9月10日、ついね明日朝のフェリーに函館から乗るから、今日が北海道での最後のキャンプとなります。この旅自体はまだ続いて、あと2泊か2、3泊して家に着くっていう感じなんだけど、2週間以上ね北海道いたっては思えないですね。なんかあっという間だったな。特にね前半ずっと富士山といろいろ回ってて、あれがめちゃくちゃ楽しかったなっていうのが今本当に思いますね。だってねもう僕37なんだけど、僕30なんで富士山ってもう全然年が違うけど、なんか本当になんか学生時代の友達みたいなノリで、あちこち回ったりしてね、パンツ履けって怒られたり、まあ本当にいい思い出でした。でそれで富士山と別行動になって、ね、それで猿払からも何日経つんだろう、何日かもう経つけど、でもなんかもうずっと前のような気がして不思議だよね。ねえ、北海道で飲む最後の札幌クラシック、はい、というわけなんで、今夜はねちょっと北海道での思い出に浸りながら過ごしたいと思います。それじゃまた明日の朝。はい、おはようございます。今午前5時です。もうテントとかをみんな撤収して、近くのコンビニにコーヒーを買いに来ました。いやいよいよね北海道最後の朝だね。朝一瞬ちょっと雨がパラパラと降ったんだけど、まあその時だけだったみたいなんで今はやんでます。でもここから、6時半ぐらいまでにフェリー乗り場に行きたいんですけど、時間的には全然余裕がもちろんあります。でただねまっすぐ行っちゃったらなんかつまんないなと思って、最後にもう一回なんか北海道っぽい景色の中走りたいっていうふうに思ってるので、でちょっと調べたらね、近くになんか放牧場かなんか牧草地かなんかあるみたいなんで、そっちをちょうど後ろの山の上なんだけどそっちを回って、フェリー乗り場に向かおうかなと思います。まずねコーヒー飲んでこの頭ボーっとしてるんで目を覚まして、それから行ってみようかなと思います。数時間で静かだな。あれ北海道駒ヶ岳すげえ綺麗、向こうにちょっと微妙に見えないね。あの辺に羊蹄山が昨日は晴れてて見えてたんだけど、今日は向こうガスってるから見えないね。すごいいいね、綺麗。ここもてかどこ走ってもいいよね本当に。はい、函館のフェリーターミナルに到着しました。さっきの大沼から山側の道通ってもちょうど1時間でした。今6時、思ったより早く着いちゃった。結構時間に余裕があるので、これから
なんていうかチェックインっていうのを、して、出発まで待とうと思います。